いいな、僕新人、新人になりてー。多分これみんな思うと思う、みんな思ってると思う。僕新人になりてーよ最近。みんなに先輩になってほしいもん。楽しかった。いや結果その後輩になんか罰ゲーム系のやつがあって、くじで引いた罰ゲームを3人中2人が食らってて、1人が食らってないのに食らってるふりをしているっていうクイズ、リアクションを見て当てろっていうクイズのやつがあったんですけど、あれ結局最終結果蓋開けてみればね、チャイカ、シーナとチャイカのチーム以外全員後輩にやらせてないからね。そうだよね、そうだよね。あいつらだけだよね、やらせてたの。そうだよね、それ以外みんななんやかんやで後輩ちゃんにやらせないようにしようみたいな守ってたんだよ。こんだけいい話しといてなんだけど、結局やらせてるのはあそこの2チームだけなんだよね。まあそれはそれでのね、逆に優しいまであるけど。そう、あれなんやかんやで後輩まだ未経験ってことかみたいな、初めての電流とか初めての苦茶とかここじゃないなって思ったんだろうね。いやおもろかったな。いや僕だったら絶対嫌ですけどね、わさびとか。